エンベッドツリー論って何だったかっていうと、アームスレングス、レングスのような、つまり全くのドライな人間関係っていうつながりじゃないんだと。一方でヒエラルキーですね、組織のガチガチの組織の上下の関係みたいな、こういうものでもない、つまりこの真ん中にあるなんとなくいい感じで日々つながっているつながりというのを、まあ、埋め込まれたつながり、エンベデッドネスというわけですけど、このつながりというものを考えるときに、学者の理論でいうとね、つながりが大事だってことで終わりじゃないですか。でもやっぱ松下幸之助のさすがなのが、その時に何考えたらやればいいかって、一番最初にシンプルなのは挨拶だっていうことなんですよ。毎日ちゃんと挨拶を組み交わすぐらいの関係、そういったものがつながっていくと、それがまさにネットワークになっていく。